2012年に始まったばかりの伝承者事業に、体験を伝える側として参加した被爆者新井俊一郎さん。もう後はない、時間がないという思いがいっぱいなんですよ。当時82歳、孫ほど離れた伝承者に熱心に語り継ぐ姿がカメラに残っていました。新井さん、こんにちは。お久しぶりです。はい、あ、もう座らせてください。いらっしゃいました。こんにちは。足腰こんなだからよく立つぐらい難しいけど、よくいらっしゃいました。あれから7年、今年90歳を迎える新井さんに再び会いに行きました。手には点滴の跡。これまでに6回のがんを患い、今も左の腎臓にがんを抱えながら自身の体験を伝えています。仲間をいっぱい亡くしてるってこと、これが事実です。これが私の背中を押してくれてるんです。それがなければこうやって夢中なんて喋るなんてことはしません。いっぱい亡くしたその仲間たちが私の後ろにいるわけですよ。で、その彼らの生きてきた命分も私は今生きてんだと思ってますから、その思いだけで語ってます。これは戦時中毎日記していた日記。あの日の出来事も記されていました。中学1年生の時、学徒動員先から広島へ帰省する途中、八本松駅のホームでキノコ雲を目撃。6日の午後に出塩町の自宅に帰り、入試被爆しました。私は知ってほしいわけさ。で、そのためには広島に来ることも一つの方便だし、から生き残っている何人かの私のような原爆の被爆者から直にその広島の実情を聞いてほしいし、上っ面じゃなくて被爆者の心まで聞き取ってほしいわけよ。現在被爆者の体験を継ぐ伝承者は149人。新井さんの体験は1期生、2期生を合わせた15人が伝承しました。当時伝承者たちに伝える被爆者の側も大変な苦労があったといいます。骨身削りましたよ私は。今の1期生2期生に対してはあと続かなかったね。それはもう体力的な、体力も気力もこれだけ。これは伝承者たちが書いた原稿や資料。これが1期生全員、これが2期生とその後、それぞれ伝承者の方の資料が入っているんですか。うん、そしてこれが伝承者の作ってきた原稿と私の好評コメント。2期生まででこの量なんですね。もうとてもじゃない、これで終わった。伝承者養成作業務というのは、仕事というのは大変なものだということを誰が認識してるかだな。多分誰も認識しないまま走ってるんじゃないかな今。それが寂しい。だから互いの交流もないし、アフターフォローもないんだよねきっと。一方、新井さんの声を継いだ伝承者たちは10年経った事業をどう感じているのでしょうか。一生懸命に自分たちの受けたあんな悲惨な体験を自分たちの子供や、3番目には当日妹さんが一期生の一人、宮本則久さん、現在74歳。伝承者になって7年、全国各地で講演を行うなど活動を続けてきました。新井さんの証言を継ぐ伝承者15人は新井グループとして定期的に意見交換を行ってきました。しかし認証を受けてすぐぐらい、半年も経てないうちに多分発見が遅かったんだろうと思うんです、がんで。
すでに2人の伝承者が癌で亡くなったといいます。順番がないってことと、まあ、そういうことは口では言わないですけど、順番がないのと、要は未来英語を伝えていくわけにはいかないみたいな。自身も癌と闘った経験を抱え、伝承者の高齢化も感じています。そんな宮本さんたち一期生と新井さんが今行っている新たな試み、YouTube に載せることが可能であればもっと広がるんじゃないか。新井さんの証言は平和文化センターにも残されていますが、それは2007年のもの。今の声を残し、YouTube での公開を目指しています。この動画が他のグループとの交流のきっかけになればとの願いもあるといいます。皆さんがそういう、多分一人で考えて一人で沈んでいって、そうじゃないだろう、もう少しそれは喋れば解消できるわけじゃないけれども、違う発想が出るかもしれないって。伝承された側も、伝える被爆者側も、継続的な交流が大切だと話します。はい、終わりました、卒業です、さよならで おしまいにしてないわけよ。卒業生ってのはやっぱり昔の先生したって集まっていくじゃないですか。そういうとこまで行かなければ今の校制度は意味は生きてないと私は思います。